こんばんばは。こちらは、論ーネ放送局の日本語のニュースでございます。統計総局のデータによりますと、5月の消費者、物価指数、CBI は1.24%上昇し、前年同期に比べて4.44%上昇したということです。5か月の CBI 平均は4.03%増加しました。 前年比では11品目のうち10品目が上昇し、1品目が低下しました。 財務省は重要かつ必須の商品の価格、どこに関する情報の統合と予測の更新に基づいて部下をめぐる3つのシリナを更新しました。シナリオ1は2024年のシビア平均が2023年と比べて約3.72%増加し、シナリオ2はシビア平均が2023年と比べて約4.9% 03%を増加しシナリオ3は2024年度の CBI が都市平均で2023年と比べて約4.5%を増加すると予測しています財務省は2024年の平均 CBI シナリオを3.72から4.5%の範囲で上昇すると更新しました国家銀行は2024年の全体の平均インフレ率は目標の4から4.5%に達する可能性 があると試算しているものの、今年下半期のインフレ圧力はより明確かつ強力であり、不利な要因が多ければ依然として発生する可能性があるとしています。ウィンヘイユン 当時モバイルサービスの変質を構造させるために、アプリケーションアイスピードの使用について、宣伝記録に関する文書代2338号に署名し、発注しました。 首相はモバイルプロロバンドネットワークが2025年までに 4G ネットワークの平均ダウンドロード速度が少なくとも 40Mbps にすることを目標としてサービス品質に関する国家基準を満たすことを要求しています2024年4月の時点で多くの地域における 4G モバイルプロロバンドインターネットアクセスサービスの平均ダウンドロード 出た速度は 40Mbps 未満で、さらには 25Mbps 未満です。 ブロードバンドインターネットアクセスサービスの現在の品質に関するデータを入手するため、情報中心庁は地方人民委員会に対し、公務員を動員して、iSpeed 機器を積極的に導入し、使用するよう部門や支部に指示するよう要請しました。また、4G モバイルインターネットサービスの品質を 測定および費用するためにアプリケーションアイスピードをインストールして使用するよう人々を指導することに参加します特に地方情報中心局はアプリケーションアイスピードのインストールと使用に関する地方での導入結果を予約する必要があります今年の1月から5月期における 合鉱業生産指数は前年の6期を2%を下回る6.8%でした。このデータは合鉱業生産指数の回復がますます明確になっていることが明示しられされました。 6ヶ月間における生産高は前年の6期に比べて50%増加し、年間の収益は70%増加すると予想されています。過去5ヶ月間で63のうち55所指で、広告業生産指数の上昇が記録されました。広告業生産指数には、明らかに相互・作用する2つの側面があります。 輸出については製造業5倍担当者指数 PMI が2ヶ月連続で50ポイント以上で重々重量が減少。 回復し国内生産の勢いが高まっていることが示されている一方で購入資材や福資材の準備はさらに対応でる必要があります過去5ヶ月間における商品の輸入額は急激に増加しそのうち89%近くが製品機械電気電子機器などの収容原材料でした このように、今年、下半期の産業の成長と商品の輸出入には多くの見通しがあります。米国は6月12日、ロシアに半導体を販売する中国に設置した企業を目的とするなど、大ロシア制裁を大幅に拡大しました。 米イズミッはロシアに半導体を輸送する香港のダミ会社を標的にしていると述べましたドシはモスクワのご優船目標への約1億ドルに圧力を強める措置を講じると強調しました米国のセク・サリバン米国国家安全保障担当大統領補佐官は報道陣に対し新たな措置はロシアと 取引する金融機関のリスクを高め、制裁逃れにも頼れき、ロシアの重要物資の調達能力を低下させると述べました。現在、先進国グループ G7 と欧州連合は、右側諸国が凍結したロシア資産から得た利益をウクライナ支援にどのように活用するか検討しています。ホワイトハウスは、は、米国は これらの凍結資産から得た収益を有効に活用できる成果の創出に向けて前進していると述べましたイエメンのフーシー派戦闘員は6月12日、国会でギリシャの所在への攻撃を認める声明を発表しました。 風刺派が発表した生命で石炭運搬船中途が無人船や道路、弾道ミサイルによる攻撃を受けて深刻な損傷を受け沈没の可能性があると述べました。 船舶運航者と軍治安部隊との橋渡し役を務める英国外事貿易業務局は、同日、リベリア船績のチュタ号が進出し、機械が深刻な損傷を受けたということです。英国当局は、白い小型船が貨物船の船尾に衝突し、未確認飛行物体が船を攻撃したと明らかにしました。ごご清聴ありがとうございました。